政府情報工科学院は大阪府大阪市安倍野区丸山通に所在する専門家庭の専修学校。学校法人政府民育者が運営する。理事長は平岡達人。校長は平岡賢人。同法人は平岡同方が設立した政府学園、政府南海学園と関係性を持ち、同族経営である園により就任している。 前身は大阪ガスが経営していたオージスコンピュータ学院専門学校。1988年に大阪ガス及び同士会社であるオージス総研により設立。情報処理教育を中心とした職業教育を行う専門学校であった。2001年より学校法人政府学園のグループ下で運営されることになり、政府学園専務理事。 平岡達人が理事長に就任した。2002年に公明をオージスコンピュータ学院専門学校から政府情報工科学院に変更した。2002年には情報処理教育に加えて大学編入準備教育、また留学生を対象とした日本語教育が始まった。またアメリカ、オーストラリア、インドの大学、カレッジとの提携が行われた。 日本の IT 企業への就職のため、韓国の東西大学、東吉科学大学とも提携し、IT 就職特別コースを設けている。公式ページ、法人概要及び、教育方針、遠隔を参照以上の2、3、4年制のコースは、入学後、2年次以降に選択する以下の選考、コースが入学前から決まっていることが前提となっている、上記の学科、 コースのほか、別科として、就職支援科がある。ありがとうございます。